菅原衆は東北楽天ゴールデンイーグルスに所属する大阪府水田市出身のプロ野球選手、宇藤左だ。水田市立山田第一小学校時代はサッカー部に所属していたが股関節の怪我を機に水田市立山田東中学校への進学後から野球に転校した。福井高大福井高等学校への進学後は2年時の秋からベンチ入りを果たすと 三年時の夏に AS として選手権福井大会に出場。準決勝で西川龍馬擁する鶴がけ飛行校を破ると福井商業高校との決勝では延長11回13奪三振の力投でチームを優勝に導いた。その後の選手権全国大会では徳派立花高校との開幕戦に登板。9回を投げて10奪三振に失点という内容で勝利した。 秋田商業高校との2回戦では、2回を投げたが8、吉市級7失点の乱調で、チームも敗れた。この大会では、通算で2試合に登板。通算投球イニングは11回で、12奪三振、防御率6.55を記録した。大阪体育大学への進学後は、1年次から、阪神大学野球の周期リーグ戦に登板。4年次には、 春季リーグ戦に先発で活躍した。続く、秋季リーグ戦では、5勝0敗、防御率2.06という好成績で MVP と、最優秀投手のタイトルを獲得し、チームのリーグ優勝に貢献。関西地区大学野球選手権大会では、関西大学の吉川俊平らとの投げ合いで2試合の、当番で18回を投げて30奪三振を記録するとともに、 チームを第47回明治神宮野球大会出場に導いた。明治神宮大会では、関隊慶応大学との初戦に先発で9回に、失点と高騰するが、チームは延長タイブレイクの末に敗れた。2016年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸800万円という条件で入団した。 背番号は45。2017年、同期入団の高梨雄平、森原公平と共に開幕一軍入り、4月2日のオリックスバファローズでは9円で公式戦デビューを果たした。7回裏の登板で場内が盛り上がっていたため、場内アナウンスで名前を紹介されないハプニングに見舞われたが、1イニングを無失点に抑えた。5月4日のオリックス戦では、 5回表西満塁で、当番、中島博之を3球で凡退させて降板したが、チームが後に勝ち越し、公式戦初勝利を挙げた。6月2日の対中日ドラゴンズ戦では8回裏に、C1.2 類から NPB1 軍公式戦史上15人目の1イニング、3冒頭で2点を献上した。6月上旬までは全て救援で、防御率は2点台の後半と、 チームの首位独走に貢献していたが、同月中旬以降は不調で1軍と2軍を往復。10月は1軍で迎えたが、チームのレギュラーシーズン3位で臨んだ。クライマックスシリーズでは登板の機会がなかった。シーズンを通して、1軍公式戦29試合に登板。1勝1ホールド、防御率は5.02だった。イースタンリーグ公式戦では、 13試合の登板で1勝、1セーブ、防御率1.54をマーク。シーズンの終了後には、台湾でのアジアウィンターベースボールリーグに、NPB イースタン選抜の一員として出場、ウィンターリーグでは、先発にも挑戦し、翌年から先発へ転向するプランも浮上した。2018年、前年に続いて、レギュラーシーズンの開幕を一軍を迎え、 ロングリリーフを中心に登板を重ねた。4月には防御率を3点台にとどめていたが、5月に入ってから請求が定まらず、17日に出場選手登録を抹消。9月に一軍へ復帰したが、シーズンを通じて勝敗はつかず、防御率も7.33に達した。2019年。 3年連続で開幕1軍入りを果たしたが、救援で1試合に登板しただけで、4月11日に出場選手登録を抹消。6月25日の対広島東洋カープ戦で1軍に復帰し、1軍公式戦における先発デビューを果たした。塩見隆博の先発が予告されていた7月15日の対オリックス戦では、塩見が試合前の練習中に、 腰の張りを訴えて、登板を回避したことを受けて試合開始の1時間前に、先発を告げられ、オリックス側の承諾を得た上で登板した。2回裏の投球中に、若月健也の打球が右膝を直撃するハプニングに、見舞われたが、5回を2失点でしのぎ、1軍公式戦での先発初勝利を挙げた。8月3日の対ロッテ戦では、勝敗はつかなかったが、 一軍公式戦では、自己最長の6回を投げ、無失点と高騰した。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦9試合に登板。一軍への復帰後に登板した8試合はすべて、先発で、シーズン通算防御率は4.08であった。2020年は、プロ入り後初めて一軍での登板がなく、イースタンリーグでも13試合に登板し、1勝0、配置セーブ。 防御率6.35という不本意な結果に終わった。シーズン終了後に背番号が59に変更された。最速時速 155km のストレートとスライダーを中心に投球を組み立てる。楽天への入団後はストレートとスライダーだけで勝負していたが、1年目の夏場から調子を崩したため、シーズン終了後の周期キャンプから高校時代に駆使していた。 ナックルカーブの解禁とチェンジアップの習得に踏み切っている。日常生活は左利きだが野球を始めた時に兄が使ってたグラブが右利き用だったことから右投げになった。またサインは自身の名前である衆を崩したものであり普段の利き手である左で書くと崩れずしっかりとした事態となるためサインは右で書くが 日付や漢字などを書くときはペンを左手に持ち替えている。ありがとうございます。